今回は無事4回で来てくれました。よかったよかった。よっと、リーフと宝富アーツさん、大昔の海全3種1回300円です。というわけで、もうもはや完全にシリーズ化しているような、この全3種でリアル動物の可動付きフィギュアシリーズです。まあ、特にね書いてないんですよね、なんとか動物シリーズみたいな。書いといてくれたらなんか集めたくなっちゃいますけどね、より。まあでもそんな感じのシリーズっぽくなっております。こんな感じのラインナップです。今回は大昔の古代の生物たちです。まあ全部出ておりますので、まずこいつがやばそう、もうやばそうです。うわー、これはいきなりやばい。なんかよくわかんないのついてる。はい、まずはこちら、三葉虫です。三葉虫、古生代カンブリア紀からペルム紀。全然わかんない、ペルム紀って初めて聞きましたね。三葉虫も今生きてないんですよね。なんか名前たまに聞くけど、それは化石の話か。化石も数多く残っております。三葉虫です。この触覚、まあ、ちょっとね癖がついちゃってるんですけど、この癖を伸ばして戻す時のこの動きがリアル。思わぬところでめちゃくちゃリアル。気持ち悪いこの動き。あのストロー、紙袋に入ったストローをこうギュッとやって水垂らした時の動きに似てますね。あの前回出たカブトガニ、カブトガニに通ずるこの背中の甲羅感。カブトガニの時は結構ツルツルめな感じですけど、今回はマットでより古代感っていうのかな、なんか骨がむき出しのこの細かい背中となっております。すごいね、すごい。トゲトゲはちょっと色が白黒でまた気持ち悪いですね。でなんかこの辺とかこの辺が動きます。まあこの可動の部分がざっくりとしていて、本体が可動となっているので、あの前回のカブトガニの時もいまいちよくわかんなくて外れちゃったりしたんですけど、まあこの辺がなんとなくうねうねするよっていう感じです。足の部分は特に動きませんね。まあ足もすごいですねこれは。すごい。これはなんかこの辺ね、稼働してくれそうな期待を抱かせてくれる造形なんですけども、あここは、あ、え、一応パーツが分かれているけども回んないかな。ここはここがね、切れ目が入っていて動きそうな気もしたんですけど、まあでもここがこう真ん中に動くのはそもそも足の動きとしておかしいか。で尻尾の方にもこの気持ち悪い触手がついてますね。この触手もすごいしましま模様が入っております。そして色もね、微妙にグラデーションになっていたりと、非常に細かくよくできております。目はちょっと眠たげです。この目だけ見るとね、すごい可愛らしい。もうなんかここが鼻っぽく見えてね、また可愛らしいですね。通常このヒゲ、触覚みたいなやつはこんな感じになっているんで、まあドライヤーとか当てれば治るでしょう。お次。よっと。あ、これは組み立て式です。頭と尻尾を合体。はい。こんなやつ。これもすごいですね。アノマロカリスです。古生代カンブリア紀 5.2 億年前。左右のヒレで泳ぎます。左右のヒレが可動。肉食性で顔にある足のような部分。この部分、これが足のような部分。ここで獲物を捕らえるそうです。すごい。すごい顔してますね。これ口かな？口気持ち悪いですね。いやでもこれは綺麗ですね。なんかこの平べったいようなヒレが幾重にも重なっているんですね。すごいな。あ、でここがもうこのいかにも動きそうなね部分がありますんで、ここが動きます。ちょっとねグニッといった感じ。どこまで行くのが正解なんだろう。まあ、上側と下側にも、あ、ちょっと無理やり行けば真下にグッと行きますね。うん。まあ、こんな感じでヒレを動かして泳ぐ。なんかこんな感じの姿ね、ヒレをうねうねって動かしている姿を CG っぽい映像で見たことあるな。
まあ、このちょっと柔らかめの素材もこの宝富康さんのこのシリーズっぽいものの特徴の一つですね。はい、そして最後です。よっと、最後も分割タイプ、結構細かい、色が綺麗、すごい、綺麗だな。頭とヒレ、これ地味に右左どっちか分かんないんですよね。どっち、まあどっちでも違和感はなさそうですけど。そして尾びれ、あ、ここにはまるのか。すごい、このタイプはなんか初めてだな。なんとかちょっとグニっちゃうんで、なんとか入れて、こんな感じ。すごい、何この輝き、すごい綺麗なんですけど。おなじみシーラカンスです。シーラカンス、古生代デボン期、カンブリア期、ベルム期のデボン期で、ギミックが口、前びれ、尾びれが可動と、あちこち動きます。おお、綺麗だな、こんな色してたの、シーラカンス。私あのシーラカンスっていうとポケモンのジーランスが好きだったんで、あのグレーっぽい色、まあ普通にグレーっぽい写真も見たことあるような気がしますけども、こんな綺麗なね、青い、何色っていうんでしょう、綺麗な青色をしてたんですね。なんかこの辺の、まあ、鎌の部分っていうのかな、この辺の造形とか非常にいいですね。そして鱗、一つ一つの鱗も綺麗にできております。そして可動がまず口、おお、口いいですね、この開き方ガバッと、あ、綺麗なね、ぷっくりとした舌が出てきました。なんかこの開き方、開いた様子すごいいいですね。ガバッと、あ、前のね、これ謎の気持ち悪い肉塊をシーラカンスにも加えさせることができます。いいね。そして前びれ、この前びれがまた動く、あ、この丸ジョイントになってますんで、結構自由に動かせるんじゃないかな。まあこんな感じでね、この前びれ部分、こう前びれが結構外側にこう開いている、こういう造形も非常にいいですね。躍動感があります。あ、で、そう、最後にここ尾びれが稼働します。ここも非常によく動く、よく動くし、この可動システム、このジョイント部分がこの上下にあるのいいですね。こう横に向けた時にこの辺が比較的目立たないっていうのかな。前回のホウジロザメはね、まあこんな感じなんですよ。内側に入れ込むような感じで、まあいかにもジョイント部分がありますよっていう感じ。あとアニアさんの魚系もね、いかにもジョイント部分ありますよっていう感じなんですけど、こっちパターン、これいいですね。ジョイントっていうより、まあよくわかんないお尻が出てきましたよって感じで、この仕様結構いいと思います。うん、よく動くし魚っぽい。うん、これ置いてみて気づいたんですけど、ヒレの前びれの向き、下側が正しいのかな。下側にすることで置いた時にもこうやって安定したまっすぐな姿勢になります。はい、というわけで大昔の海の全3種でした。まあ、ちょっとね、こうやって並べてもやっぱりシーラカンスがちょっとずるい。この綺麗な色、メタリックな青がね、非常に綺麗だし、ボリュームがまたすごい。回す前はね、この2人の、まあ、この細かいヒレとか細かい足が気持ち悪くて、まあいいんだろうなと思って回したんですけども、シーラカンス良かったです。これで300円ですからね、結構コスパもいいんじゃないかと思います。あと全3種っていうことで集めるのも割と気軽にできますし、あと制作者の方もね、結構楽かもしれませんね。全5種のガチャを作るよりは。すごくいいシリーズだと思います。シリーズなのかもよくわかりませんけど、また楽しみです。